はい、今回ですね、赤帯4からね1に行けない人用にねちょっと作ってみようかなと思って、動画を作りました。僕たった今初めてですね、この行ったばっかなんですよ、この赤帯1に。でなんとしかもドクターで赤帯1に行ったんですよ。僕今までずっとナース、ほとんどナース専門で行ってて、で途中セノバイト使ってたんですけども、赤帯4まではうまくいくんですけども、1まではねもう全然いかない、全然米粒取れなくて困ってたんですけども、やっとまあ動画とか見まくってやっと分かったので1の生き方が、はい、それを説明しようと思います。なので赤帯まではいけるけども、そこから1に行けないよっていう人のためにちょっと動画作ったんで、まあまあ、そこそこできるよと、そこそこ金色帯までは、まあ、全滅取ったり取らなかったりするぐらいのレベルの人だとちょっと分かりやすい説明なんで、まだ灰色から全然、どうに行けないよっていう人でも、まあ一応パーク集めればなんとかなるんですけども、まあとりあえず今回の動画の趣旨としては赤帯4から1に行くにはっていう人のためにちょっと作ったので、よろしくお願いいたします。で僕ちなみにめちゃくちゃ下手くそです。下手くそなんですけども、この通りに、1まで行ったので、下手くそだけど1まで行く方法を教えます。で、僕ドクターおすすめします。で今まで僕ナースとセノバイト、こいつしか使ってなかったんですよね。はい。で、赤帯4まではなんとかいけるんだけども、そっからね米取るのがね全然取れなくて悩んでたんですよ。で勉強したんですけども、米取るコツはちょっと大変なんですけども、早い話全滅必須 でしかも、キャンプ一切しないで、しかも、救助、が来たらわざと救助させると、必ず救助させてから、もう一回やっつける、つまり釣り回数を稼ぐために、救助は絶対にさせるという感じです。離れて救助させて、で全員平均釣りして、で全滅させたらまあ米2つ、下手したらまあ米1つになっちゃうんですけども、まあ米2つか1つはもらえる。それができなかったらちょっと米もらうこと自体が厳しいなという感じなので、それをうまくするためにはどうすればいいのかっていう話をします。はい。でナースとかでセノバイトでもまあできることはできるんですよ。できることはできるんだけども、まあちょっと安定しないというか、ものすごく実力ないとねちょっと厳しいんだよね。でセノバイトでも僕全滅させようと思ったら、今の条件だとしたら結局ね、このやつと、これでこれはチェーンハンティングが発動するまでの時間が6秒減って、これは一撃食らったら、ダメージ与えるっていうやつだからなんで、まあ、基本これでなんとか一応全滅は取れるんですけども、コスパがクソ悪いじゃないですか。でこれ以外だともう正直3キルまではできるんですよ。3キルまではできるんだけども、全滅は難しいし、もうなかなか難しい、米がもらえない。3キルじゃ米が1粒もらえないんで、もう大体この構成じゃないとちょっと4キルは無理でした。はい。だけどコスパが悪いんで、ちょっと難しいんですよ。でナースはナースで僕この構成でやってるんですけども、まあナースもねめちゃくちゃ上手い人は別として、僕下手くそなんで、まあ、これまたね2キルか3キルまではいくんだけど、4キルは難しいんですよね。なかなか本当に4キルできるっちゃできるけども安定しないんですよね。もうで安定して全滅取れるやつは何かってなった時に答えが出たのがドクターなんで
ですよね。で僕ドクターは僕任天堂スイッチで やってた時はもう全然金色のレベルからね4か金色の1までは限界で赤帯までいけなかったんですけど、もうパソコン今パソコンでやってるんですけど、パソコンですらこれもうドクターで赤帯いくのはちょっと難しいと思ってたんですけど、ところがどっこい最終的に安定して全滅、安定平均釣りして安定して全滅取れるのがドクターだっていうことが分かりましたので、はい、まあちょっと前置きが長くなりましたけど説明いたします。とりあえず赤帯の1取るにはドクターがおすすめ、はい、まさかの僕ドクター弱いと思ってたんだけど、まさかのドクターですね。で構成はこれで、正直これ今このアドオン、もう正直ねこれじゃなくてもいい、もう最初ドクター俺やるときにこれとこれでやったんですけど、それでも、全滅は取れました。これですら。しかも、見てわかるように、レベルマックスじゃないんですよ。で、これ僕がドクターやろうと思ったときは、この苦悶の根源は、まあ、ベリーレアなんだけども、この3つは、まあ、揃ってなかったんで、アンコモン、3つともアンコモンだったんですよ。アンコモンで、それでも、この2つもらいました。赤帯で。うん、それぐらいドクター強い。はい。で、これはね、この構成はね、一回やってみてほしいですね。苦悶の根源で、脅威範囲 26% 増加させて、で、不安の元凶で、スキルチェック、発生率 10% 上昇して、発生したスキルチェックの成功範囲が 60% 減少する。で、オーバーチャージ。オーバーチャージが節約する。された発電機は30秒間の推理進行速度が 75% から 200% 上昇すると。でスキルチェックが失敗した場合は発電機の進行度が 5% 追加に減少するっていうやつですね。で、イタチが飛び出したはもうまあ分かるように、発電機破壊すると速度 20% 減少するんですけども、まあ強い、強すぎる、はい、めちゃくちゃ強い。でさっきも言ったようにこのアンコモン3つともアンコモンだったけどそれですら取れたから、で見ての通りこれ未だにこれ取れてないからあれなんですけども、これでも安定して4キルできました。はい、そうですね。でもう作戦としてはもう分かるように、脅威範囲、大きくして、でこいつですね、この特殊光電爆破して、発電を邪魔する。もうこれをずっとやってるだけで、基本的に発電機みんなつけれんくって勝てます。はい、もうびっくりするぐらい勝てます。で僕イタチが飛び出したってめちゃくちゃ俺今まで使ってなかったんでバカにしてたんですよね、使う前って。でどうしてかっていうとバカにしてたっていうか 20% じゃんみたいな、別に 10% のやつとかあるし、でなんならオーバーチャージだって失敗するかみんなって思ってたんですけども、まあね、まあ強い、まあ強い。まあイタチが飛び出した俺その発電機管理が苦手だったから無理だろうなと思ったけども、残り3台4台になってくると発電バリバリ回されてるとこが分かるから、そこを蹴れば結構一気に減るからイタチすげえと思ったし、で蹴るついでにオーバーチャージ入るん でオーバーチャージ入って、他の人が回し始めます。その時に、近くに寄るといきなり発電機が手を離して逃げるんだけど、それにババーンってなって、で、追加のね、5% で減少するんで、まあ強いっすよ。うん、ちゃんと赤帯帯まで行ったんならある程度発電機の管理できると思うんで、残り4台とか、3台じゃなくても4台とかでもね、ぐるぐる回ってるだけでも、これ蹴って回ってるだけでも発電機がどん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 後退していくんで、まあ強かったですね。で、あと立ち回りのコツとしては、なんだろう、一人をずっと追い続けるとこれが意味なくなっちゃうんで、一回ダメージ
追わせるか、もしくは向こうがジャングルとか逃げたなと思ったらちょっと、引いてちょっと発電機巡回すると。でも発電機巡回ばっかりしてると結局負けちゃうんで、やっぱり一人は、釣らないといけないんですけども、まあ、ともかく何が何でも最序盤は、一人目やれそうだったらやる、やれんかったら、やれそうなやつを探して巡回する、で蹴りながら巡回して、開始早々、まあ、1分か2分の間に一人釣ろうその時に釣った時に放電爆破して、やると発電機回してる人がどこか分かるん で発電機回してるところに行ってイタチを入れると、うん、そうすると、この繰り返しで、まあ基本的にみんな発電機回せんくって、勝つって感じですね。うまくいけば5台残しも夢ではないけど、もうちょっと難しい。やっぱり最初に1人なんだろう30秒以内ぐらいにやっつけないと一気に発電されちゃうんで、1分ぐらいで、釣るぐらいだと1台ついちゃう。でもしくはその時ついてなかったとしたら3人で1台回してるわけじゃなくて1人1台3つとも回してるパターンなんで、結構大変けど、40秒以内に釣れることができたら、放電爆破で、手を止めさせることができるので、3つ回しされててもなんとかなる。でそこでイタチ入れてオーバーチャージも、位置を覚えとくから、その3台にオーバーチャージ入れてって、でわざとその間に、救助させると、釣った人で救助した人に、まあ、トンネルが理想的だけども遠かったら、その間に1人絶対見つかるんで、また追いかけて、まあ、40秒か30秒以内になんとか頑張って1人また釣って、でまた放電爆破して、で発電機回してるところを確認してイタチ入れての繰り返しで、ちょっと手こずりしそうだけどなんとかあと10秒以内にやっつけれそうだなと思ったら、放電爆破さ、溜まってたら撃ってもいい。要するになんでかっていうと、オーバーチャージ入れてるんで放電爆破で、手を離さして爆発させて、発電機の交代させて、で、その間に1人バシッて殴って倒して、釣ってる間に放電爆破が半分ぐらい溜まってるんで、その間に、再チェイス中に放電爆破撃ってキャーっていったところに向かってイタチを入れる。もうずっとこの繰り返しで、もう発電機が回らないから、その試合時間が長引いて、何でしょうね、ずっと相手を釣るチャンスが出てくるって感じですね。なのでもう一回ちょっとまとめますけども、まずこのコースでいきましょう。でアドオンは正直僕これでも4釣りできたんだけども、下手くそですよ、下手くそなんだけども、下手くそなりにこれでもできたんですけども、まあ不安でしたら、まあここら辺、これもあんま意味あるっちゃあるけど、まあ、これでも十分だった。でもまあこれぐらいですかね、こっちぐらいでやってもいいですね。うん、まあ正直これでも十分だったかな。まあアドオンはあんまりちょっと気にしなくていいけど、うん、まあないよりあった方がいいけど、まあ大体これぐらいにしといて、まあ、このこれとりあえず設定これね、これはもう何でもいい。でもこのメメント入れちゃうと、イタチが死んじゃう、入らなくなっちゃうんで、まあどっちかっていうと、まあ、不安だったらこれ入れとくか、まあ、これでも十分なんだけど、うん、やっといて、で、これはまあ何でもいい、正直なくてもいい。はい、でこのパークを揃える、なんとか頑張って、で僕はこの、ベリーレアじゃなくても全部、最初クモン以外はアンコモンだったんで、アンコモンでも十分強かったんで、アンコモンでいった。はい、で、まあ、その1パークを揃える。で作戦には最初に砲弾爆破して位置を探って、そこに向かって、1人殴る。でまあもう20秒以内に
ダウンさせれそうだったら殴っダウンさせてもいいんだけども、まあちょっと無理そうだったら、放電爆破した時に違うところに発電機向かって殴る、で蹴る、オーバーチャージ入れる、をなるべく早めに行く。でも40秒以内ぐらいに何とか一人ダウンさせるんだったらやってもいい。で一人釣る、で放電爆破する、でキャーって言ったところのところに向かう。そうしたら発電機回ってるから、発電機の近くでキャーって言った人のところでのところに向かう。でイタチ入れる、オーバーチャージも一緒に入れる、はい。で、入れた時に、まあ、大体サバイバーいるから、どっかに近くにいるからまた追いかける。でできるならまあ一人ダウンさせる、釣る、で放電爆破する、で発電機の近くで、キャーって言ったところに向かう、でオーバージャージとイタチ入れる、これのずっと繰り返しです。ずっと繰り返しで、チェイスちょっと長引きそうだなと思ったら、チェイス中に放電爆破して、手を離させる。で10秒以内ぐらいに、まあ感覚的に、ダウンさせて釣る。で放電爆破、さっきしてる時にキャーって言った位置を覚えといて、そこに向かってまたイタチ入れる。でそれがその2ですね。でその3は、基本的にキャンプしない。でしかも救助入ってると分かったら救助を阻止するんじゃなくて、救助をわざとさせると。救助をわざとさして、で、トンネルができなかったらトンネルがいい。トンネルして、でそのずっと繰り返しです。でトンネルできなくてもできなくていいんだよね。なんでかっていうと、釣り回数が減っちゃうと結局米が一つ全滅させたとしても米が一つになっちゃうんで、トンネルしなくてもいい。でも4人いるんだったらやっぱり3人で、回させたいんで、まあ、できれば最初の1人だけは早めに処刑する、はい。でその残りの3人はできるだけ平均にしないとちょっと困ったことになるんで平均する。で救助が入ったらわざと救助させて、で救助させた瞬間にまた狙い抜く、その繰り返しです、はい。もうこれで米2つもらえます。でもうびっくりするぐらい発電されない、うん、発電させない。で気をつける点はさっきも言ったんだけども、一人に集中しすぎて結局蹴りが入れられないとか、で放電爆破も、基本的に使えチェイスに夢中になって放電爆破もしない、はい。もうこのずっとやってると、まあ全員逃げられます、はい。でやってて思ったのが、その全員に逃げられたことも正直あったんだけども、それ あくまで俺平均釣りしてたんですよ。だから全員4人逃げられたけども全員2回釣りとか、だから一歩違えばもう本当に1人2人処刑できてたし、タイミングがイタチギリギリ入れれなかったら、ギリギリ入れることができたら全員釣れたけど、まあ、入れれなかったから逃げられたとか、もう本当に惜しい試合っていう感じなんですよね、はい。ちょっとまあめちゃくちゃめんどくさい説明が下手なんですけども、まあ、ともかくそんな感じで、赤帯まで行けるんだったら、赤帯まで行って4から3に行けない人向けなんですけども、これは、ドクター使え行けるで、これね。で俺はバカにしてた、これ今までドクター使うまではこの3つはっきり言って使ってなかった。オーバーチャージバカにしてる、イタチは自分にはその発電機の管理ができないから使ってなかったんだけども、まあドクターだから放電爆破したら、発電機のところに2人キャーって言ったらもうそこがもう回ってるところだから、こいつはえいってやる。他に回ってるところが覚えてたらもうそこがいいんだけども、まあともかくその繰り返しだからなんとかできる、はい。もう、ちなみに僕もうね、3日前に赤帯4久しぶりに行って、で4から3人もう 4,5 時間かけたのに全然行けんくって、で動画で勉強して、3までは行ったんだけども、やっぱり安定して全滅されなくてうーんって言ってたんだけども、ドクターがおすすめだということは知りまして、この構成で行ったら
もう見事に一気にズバーンと2、3と、もう3から4から3すごい大変だったんですけど、ドクターその時使ってなくて、で赤隊3から1まではもうドクター使ったらなんとか、昨日3から2行って今日2から1行きました、はい、で正直ドクターでも負け試合何度もあったんだけども、基本的に圧倒的に、ま負けてるとかいうのはなくて、全部惜しい感じだよね、さっき言ったように、うん、平均ずりわざとしてるんで、うん、で重みもちょっと感じない、うん、重みっていうのは要するにサバイバーとの差ですね、うん、でどうしてもこのね、ショック療法、これはまあちょっとうまく頑張って使わないといけないんだけども、まあ、とりあえず食療法も赤帯まで行けるんだったらまあ分かりますよねって感じですよね。はい、もうトホキラーなんて僕正直ね、もうナースと比べたら弱いって思ってたんだけども、まあ、ここまで全滅取れるのは、安定して取れるのはもうドクターすげえなと思いました。安定してドクター取れました。ナースもね強いんだけども、チェイスはまあ当然ナース強いんだけども、なかなかね、その通電させずに4人全滅させるのはね、なかなかね骨折れたのよ。でスノバイトもスノバイトで十分強いんだけども、アドオン的に金色のレベルまでは正直アドオンは僕つけてなかったんですよ。それでもなんとかなったから、ノーアドオンで全然、このパークでノーアドオンで十分いけたんだけども、赤帯行ったらね、もうこの構成じゃないとね、もういきなりもう辛かったから、めちゃくちゃ辛かった、だからまあこのアドオン的にはね、もうドクターはもうアドオン正直これで十分だったから、験担ぎで一応最後はこれ使ったけど、まあ、別にこれあろうがなかろうがまあ良かったかなって感じなので、赤帯から赤帯に行ってから全然米粒もらえないよっていう人はね、ぜひ参考にしてください。評価の仕方、全滅してんのに米もらえないよっていう人は必ずなんで取れないかっていう理由があるんで、そのキャンプしてなかったとしても平均釣りしてない、最低級釣りしてないとか、あと発電機全然守られてなかったとか、必ずあるんで、それを見てください。検索したらすぐに出てきます。はい、ということで、なかなかと話しましたけども、以上であります。とりあえずこのパークは頑張って揃えましょう。はい、アドオンはもうどうでもいいです、ぶっちゃけ。でさっき言ったように、放電爆破、蹴り入れる、一人釣る、で放電爆破する、まあ、それともチェイス陣に放電爆破してたなら、キャーって言ったところ、発電機のところでキャーって言ったところに行く、イタチ入れる、で近くに、サバイバーいるから、一人釣る、で放電爆破する、で発電機の近くでキャーって言ったところに行って、またイタチ入れる、オーバーチャージも一緒に入れるみたいな、もうその繰り返しで勝てるからちょっと騙されたと思って、使ってみてください。はい、以上になります。説明ちょっとかなり分かりづらかったと思うんですけども、まあ、何か質問あったら、コメント欄でお願いいたします。以上です、ありがとうございました、バイバイ。